ウバウオアモクは、甲骨魚類に属する鈴木目の海分類群の一つで、浅い海に住む小型の魚類を中心に、1か36属140種で構成される。独立したウバウオ目として分類されることもある。ウバウオアモクは、ウバウオ海地下のみからなり、ところ属する魚は、ほとんどが長官体や潮だまりなど、浅い海に生息する海水魚である。インド洋、太平洋、 大西洋など世界各地に分布し、日本近海には11種が生息する。ゴビサックス族のうち4種は中央アメリカに分布する、淡水魚である。体長7センチメートル未満の小型魚類がほとんどで、あるが、公式ズマスレンテックス及びサイアスサングウィニアスの2種は30センチメートルに達する。多くは浅い海のンゴ礁や、岩礁域で暮らし、 岩の上にじっと張り付いていたり、サンゴの間を泳ぎ回ったりしている姿が観察される。吸盤状の腹びれを使い、水槽の壁に張り付くレパドがスてる族の一種バウオの仲間はやや縦方向に潰れ平たくなった頭部と、円筒形あるいは左右に平たく側平たした体を持つ。糞が前に突き出し、くちばしのようになった種類が多い。ハゼカ魚類と類似して、 左右の腹びれが変形して、吸盤のようになっており、岩などにぴったりと張り付くことができる。鱗はなく、体表は粘液に覆われぬるぬるしている。背びれは一つで、トゲ状を持たない。背びれと尻びれは、体の後方、尾ひれの近くにあり、互いに向かい合った位置にある。腹器は一本のトゲ状と四本の軟状からなる。浮き袋を持たず、元長頸骨。 眼下長頸骨を描く。カビ骨は融合し、一枚の骨盤となっている。オーストラリア周辺に分布するオレイブス属は、他のウバウオカ魚類とかなり異なる形態を持ち、単独のアラベティレイカとして分類されたこともある。本属の魚は背びれ、尻びれのヒレ状を持たず、胸びれもない。また、三種は、腹気も、骨格レベルで描いている。 奪うアモクは一三36属140種で構成される。奪うオル類は古くからネズッっぽモクノトテニアアモクとの類縁関係が指摘されてきたが、その分類上の位置づけは極めて不安定で、かつては奪う目として側曲アメに含められたこともある。絶因神経の構造など一部の特徴は側曲アメとの関係を示唆するものであるが、現在では 極球雨の一員として、鈴木目の内部に置かれることが多い。ネズッポアモクとの統合が提唱されているものの、ネルソンの体系では、ネズッポアモクに最も禁煙な一群として、独立のアモクとしての存在を維持している。ショアクリングフィッシュ。地中海など、大西洋東部に分布する種類、蝶々多のイースタンタルマをクリーニングする、コクレオレピス族のイースタークリーナークリングフィッシュ。 ありがとうございます。